Ladies and gentlemen さあ皆さんこんにちは時刻は4時を回りましたアジクーターラジオ生放送の時間です4月の6日水曜日この時間お相手は DJ モーリーでございます今日も夕方6時まで、えー、お付き合い いいいたたただきたいと思まますでまた水曜このあと5時台から登場する予定となっていますからね、えー、またその時間もよろしくお願いいたしますというところですけどもねあのー、小学校、えー、入学式とかなのかな えー、明日からというところが多いいいらしいですけれどもねいやー新1年生の皆さんのお父さんお母さん、まあ、えば親御さんってね多分もう明日明後日調整を仕事で、ね、調整をして、えー、晴れの入学式をね見に行くっていう方もねいるかもしれませんねいやージじじばばも含めて楽しみでしょうがないっていうところかもしれませんねどうでしょうかねはい。 ま,あまだもうちょっとなれるの時間かかるんかな、えー、まあ職場が変わったりとか、まあ、人事異動だったりとかですねでまたあの新しい環境でね、えー、頑張ってるという方も多いかと思いますが、はいえー、4月も気がついたら6日というところですね、まあ、あの個人的にもですねいろいろこう僕の身の回りで新しいこうチャレンジがありましてでそのチャレンジに伴っていろんな人に、ね、あの名刺をこう配って えー、初めましてでまたあのー、ラジオやってますということでラジオのですね番組の案内なんかを、ね、いろんなこう場面でさせていただくことが多くなってますね。で今日もあのーまあ、この番組のスポンサーのですね、えー、保育園にちょっとねあの打ち合わせを兼ねて行ってきました。ははい、ははいいいいああ忙しですけけどね、えー、心だ、はいあのー 忙しくなってね、なくさないように、4、えー、内容なね、やっていけたらいいなと思います。さあ、水曜日の今日の沖縄地方、天気もいいですね。まあ、若干こう風も強い感じもしますけれども、えー、思わずもクーラーね、つけてしまいましたね、車。いやあもう車にこう乗った瞬間のあの暑さったらね、ないですね、もうね。もう今日クーラーね、1、2、3、4、4段階あるとしたら、2位で、 しばらくね車歩かしてましたけれども今、車でラジオ聞いている皆さんはどうだったでしょうかね、まあ、窓をね開けたりとかして空気を、ね、入れたりとかすると、まあ、過ごしやすいんだろうけどただね、ね髪の毛が結構ね風の影響で乱れるという、まあ、僕も,もうパーマやって3週間ぐらい経過してますけどもうあのだんだん落ちてきまして、えー、ちょっとこうパーマっていうよりもヒンガーみたいになってますね。 <laughs> 本当にくるんくるんっていうよりもなんかこうごちゃごちゃしてるっていうねパーマなってますけれども、はいえーまあ、4月何かと忙しいですけれどもね、えー、気持ちだけは焦らないでゆっくりやっていきましょうさあ今日もユースリムの配信とツイキャスの配信もしていますので皆さんもどちらからか参加してください そして番組へのメッセージこちらでお待ちしています宛先は761 at m k fmcoza.jp 761 at m k fmcoza.jp でお待ちしていますアジクーターラジオ水曜日今日も始まります さあアジクーターラジオ四月六日水曜日今日はこの曲でスタートしていきましょうキングジャムセッションでビューティフル キングジャムセッションのナンバーからビューティフルお送りしました水曜日今日の沖縄地方最高気温27度南の風天気は晴れということですけどもね、えー、今日も移動の車の中でまた携帯でユーストで、ね、見てるという方も皆さんからのメッセージもお待ちしておりますアジクーターラジオこの放送はお母さんの幸せそれは家族の幸せアイルディースクリニックソートバンク中野町 社会福祉法人人福祉会道塩保育園、花風三里保育園、以上各社の提供でお送りします。 さあ、ア味食うタラジオ、水曜日始まっております。4月の6日というところですね。いやー、現在暑そう、めっちゃ。えー、今日あのー、紫外線というか、日差しがさ、強くて、じりじり来てたね。あのー、ま、あ一日中今日半袖なんですけどね、上着はね。いやー、暑かったー。もう、なんかこう、外でね、仕事をされて、皆さんはもう、ここ最近の暑さは、 答えてるんじゃなないいかなと思いますけどもねちょうどあの FM コーの前に、えー、前で、えー、道路工事をされている、まあ、スタッフさんがねたくさんいらっしゃいまして、えー、今、ここのスタジオの中からね外が見えるんですけども長袖なんですよね、絶対暑いなと思いながら見てますけどもね、はい、えー、外でお仕事の方もですねでまた、この暑い中ね、えー、スーツだったりとか。 ねあのー、仕事の格好をされている皆さんもですね、えーまあ、ちょっとこうコーヒーブレイクで木陰で休みながら、えー、冷たいものを、ねあのー、取っていただいて、はいえー、また後半戦も頑張っていきましょう最高気温27度場所によっては、ね、28度とかもあるらしいですけどねいやー、あのー、先月まで、えー、寒かったり暑かったり落ち着かれないねーっていう話をしていましたけど 一応ねここ最近だいたい25度超えるじゃないですか安定はしてるけどこの暑さはちょっとあれだよねしんどいね <laughs> なんかあれだねあのなったらなったで暑くね、えー、ブーブー言うのがありますねなんかね、はい、早くそうだなあの過ごしやすい時期来てくれないかなと思ってますけどもねさあ水曜日、まあ、今日の朝刊、まあ、チラシ見ていたらですね掃除機 結構ね、あのー、安いお値段で売ってますよ、みたいな家電のチラシがね、入ってきてますね。我が家はね、扇風機がないんですよ。まあ、クーラーがね、主なんですけど、扇風機ちょっと必要かなって思ってますけどね、あの、クーラーとうまーく使ってね、いけたらなと思います。 えー、この時間を皆さんは何をしながら聞いているんでしょうか、はい、今日の番組のテーマも発表していきたいと思いますのでそのテーマに沿ってでまたテーマに、ね、沿ってなくてもいいのでフリーのコメントもお待ちしております FM コザー E メールまで761「FM o ザー .jp」でお待ちしておりますさあ今日の番組のテーマ「自分の運転」 何点というのが今日の番組のテーマです。はいあのー、運転のうまさをね、えーまあ、自慢するとかではないんですけれども、まあ、自分自身運転をしてみて、えー、これぐらいの点数上げられるかなっていうね、あのーまあ、自己採点でもちろん OK です。まあ、あの駐,車に駐車が、ね、苦手とか重、あのー、列が苦手とかでまた駐車が苦手とか もうあれですよ、あのー、スピード違反を、ね、してないとかも含めてえ自分のこう運転に対する点数をです、ね、今日つけていただきたいなと思います、まあ。というのも、今日から春の全国交通安全運動が、まあ、スタートするということでえー、今日から来週の金曜日までの間となっています。 えーまあ、あの子どもたちだったりとか、ね、新社会人の皆さんの、えー、がパタパタしているしでまたこう新生活で、ね、あの新しいこう顔ぶれもありますので、えー、ドライバーの皆さんは今一層、ね、安全運転に気をつけていただきたいなということですね4月の6日から4月の15日まで春の全国交通安全運動が実施されています、えー、運動のスローガンが「信号が青でもよく見る」 右左、はいまあ、青だからね、ばーってこうこうアクセル踏みがちですけどちゃんとこう、ねえー、歩行者だったりとか、はいまあ他のね車が来るってほぼないですけどただこう道路ですから、ね、何があるか分かりませんのでたと、えー、え赤でもまたはたとえ青でも、えー、右を見て左を見て確認していきましょうということですね。さあ時刻は4時16分になりました。 続いては、赤ちゃんいらっしゃいの時間です。さあ、今日もやってきました。赤ちゃんいらっしゃいの時間です。このコーナーは、アイレディースクリニックの協力でお送りします。 さあ今日は何の日今日はお城の、まあ、キャッスルですね、キャッスルお城の日であと、まあ、色のカラーのね、えー、白の日、えー、それ以外にも北極の日あとコンビーフ記念日そして今日から春の交通安全週間となっておりますさあ今日の出来事ですがワシントン アメリカ初代大統領に指名される1789年の今日の出来事、えー、上野に日本初のコーヒー専門店が開店1杯当たり1銭と5輪という金額が設定されていたということです、えー、当時その時の牛乳の値段が1杯2銭の時代ということです えー、アテネで第1回オリンピックが開催されました13カ国がその時は参加1896年の今日の出来事ですそして「ひょっこりひょうたん島」放送開始1964年の今日の出来事ですさあ今日の誕生日の皆さんですがえー、まあ今日はですね 画家のラファエロという方の誕生日ということですねはい、まあ、そんなにこう多く誕生日の方がいるというそんな一日ではないということですね、えー、皆さんの身の回りの誕生日の方これからやってくる仮祈り事特にあの入学を控えてるね、えー、新1年生の皆さんに対するおめでとうメッセージだったりとか、えー、かけてあげたい言葉があれば赤ちゃんいらっしゃいこのコーナーでお待ちしております f m コザの e メールまでメールの宛先は 761-fmcoza.jp761-fmcoza.jp でお待ちしております、まあ、あと子育てをされている方からの子育て情報もあれば、えー、お待ちしておりますあの今日嬉しいことがあったんですようちの娘今1歳と8か月う来週で、ね もう9ヶ月になるんですけどあのねいつもこう保育園に僕娘をね、えー、送るんですけどあのチャイルドシートにこう載せててでいつもねあの運転しながら話しかけたりとかお歌をね歌ったりとかしているんですけど今日窓開けてたんですよあまりに暑かったのでそうするとあのー、何の匂いかわからないですけどちょっとこう僕がしたわけじゃないんですけどね おならっぽいなんかあのー、異様臭がしたんですよであ臭いなって思ってたら娘がですね自分のこう鼻にこうね手をこう当てて「くしゃい!」って言ったんですよはめいちゃん今何て言ったのってもう一回聞いたら「くしゃいくしゃい!ゃい」って2回言ったっていうね <laughs>、えー、うちの娘初めての「くしゃい」言えました はい、だんだんとですねこのまあ何語からね、えー、まあ僕ら大人にでも、あのー、聞き取れるぐらいの、えー、正しい八音というかね言葉をですね覚えてきだしましたね最近ね。うんあのー、先週先々週ぐらいから、えー、言葉が2つ2語を重なるようになってきたという、あのー、話をしたんですけどもう最近はねこのくしゃいだったりとか。 えー、おならだったりとかねこのいろんなこう言葉をなんか覚えてきましたね、うん、でちゃんとその意味をあの理解しているっていうのがねこっちにも伝わってきましたねいやこれからまた、あのー、2歳に向けてねあっという間だと思いますけれども、はいえー、子どもの成長を、まあ、私ことながら、えー、お伝えできたらいいなと思います、えー、ラジオを聞いてい皆さんからのそういった子育て情報もお待ちしております 赤ちゃゃんいいらっしゃいこのコーナーはアイレディースクリニックの協力でお送りしました。 さあ、アジクルタラジオ』水曜日今日の番組のテーマは自分の運転何点というのが今日の番組のテーマです。えー、まあオープニングでもちょっとねお話をしたんですけれどもうまさではないだけれどもいや一応はあのー まあ、ルールに従ってね交通ルールに従ってちゃんと運転できてますよっていう、まあ、そういう意味合いも含めて、えー、今日の番組のテーマ何点というテーマでお届けしていきたいと思いますえー、っとね駐車まあ例えばこうスーパーとかコンビニとかあとショッピングセンターとかね映画館とかいろいろありますけど思っ だって思ってたたより僕は下手みたいです、ね、あのー、スーパーから帰ってきた時に「あいや嫌な止め方してるな」みたいなちょっとこう斜めってるとかねであとこう白線と白線の間にちゃんとこう間隔をうまく両サイド開けて、えー、止めていたつもりなんですけどあのー、白線に左側より近いとかねなんか結構こういう光景よく見かけるんですよ。 あれまあ、慌ててるからっていうのもねあるんだろうなと思いながら意外とこの車の運転は置いておいて、えー、駐車スペースに駐車する時はあんまりこう点数はねいい点数じゃないなと思いながらね、えー、いますけれども皆さんいかがでしょうかはいさあラジオネームともぶんさんからメールいただきましたお一人様 DJ モーリーこんにちはアジラジネームともぶんです暑い暑いぞー スイートタンブラーも飲み干したぞはい <laughs> これからちょっとねその水分補給なんかもうもう必須なってくるからね1リッターいや現場によってはね1.5リッターとか、えー、なくなる現場もありそうですけどね、えー、自分の運転、えー、80点ぐらいあらに前の職場はさタコチャートって言ってそれを取り付けて 点数がつく車もあっってからさ死に嫌だったよタコチャート何かの逆ですかねこれね、えー、バックすんな曲がる時はハンドル優しく切れふんわりアクセルやれメイナチしかまサンドそれでも最高96点取ったけどさ忙しい時にはゆっくりゆっくりしていたら、えー、仕事終わらないからなかなかいい点数は取れなかったけどさあ,あれなのかなあのナビみたいな感じってこと あーそう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 ハンドルの切り方上手みたいな感じでこうナビがなんか声を出してくれるってことタコチャート、えー、エコドライブするためにはハンドルはゆっくり回しエンジンをかけて発進するときは10秒かけて2 0キロに到達させるふんわりアクセルが大切だったよふんわりアクセスふんわりアクセル大切 <laughs> ヤシ <laughs> がたまに縁石にガリガリっていってブルーなる、えー、運転職なので、えー、まあハンドルで逃握ることが多いとお常に初心をすれべからず気持ちは10時10分ハンドル握って頑張ろうやあ浴びたいけど今日はうぬまあま8、あ、方に頑張ってもらおうやということでラジオネームともぶんさんから頂きました、はい、なんですかねこれねタコチャート 聞いたことありますタコちゃんとまあでもね、あのー、自分の運転って意外と自分では気が付かないというか誰かを乗せた時とかに「えー、あんたの運転よ」みたいなねブレーキのタイミングよとかこのいろいろね人とのこ違いで、えー、気づくこともありますけれども。 まあ、そういった誰かに言われた言葉をね、えー、含めてもいいので、えー、メッセージをお待ちしていますラジオネーム「ロマンスの殿様さん」「ジャンボーえ森、ー」ーー「コージサーが暑いのに長袖着てるわざと D えっわざと D&? ほうええー、はもう現場さしていたから分かるしがて <laughs> えー、半袖で肌に日が当たるとバテるのが早くなるから あはえー、わざと中袖を着て、えー、日光を遮ってるんでやんどしてテーマだろワンワよ運転うまいから上、まあ、上ってことですね、えー、上で上運転かなあ上運転かな、えー、同級生の綾野の旧姓は上運転かなワンのネタと運転何点かということではい <laughs> 2点ですね <laughs>、えー、30点ぐらいあったんですけどもう僕が噛んでしまったっていうことで、えー、お互い共倒れっていうことで2点になりましたはいあなるほどねあの長袖着てる理由はこうバテるっていうことがあるんだよっていうことですねなるほど あでも確かにねあの半袖の方が涼しそうですけど逆にこう熱が、ね、中に入って、えー、であとあと大変するっていうことかもしれませんねいやー外でのお仕事、ね、日光がもう常にっていう職の方ってねもうこれからもうさらにこう大変だと思いますけれども、はい、まあでもあの休憩もね挟んでいただいて。 えー、ラジオネームロマンスの殿様さんのメッセージでしたはい、えー、じゃあ曲いきたいと思いますもうねもうこの日差しをちょっとね僕も受けてああもうこのアーティストだなと思って、えー、もう今日書ける曲を,を決めて、えー、臨んでおりました、はい、ボブ・マーリーの曲をお送りしていきたいと思います、えー、お届けする曲はボブ・マーリーで「e a s y s c a n k i n g あの今日の朝刊の記事なんですけど、えーっとまあ、今年の8月に、ねえー、ディオデジャネイロで、まあ、オリンピックが開催されるじゃないですかでその中で、えー、競泳日本選手権日本選手権ということで、まあ、今、北島康介選手が、ねあのー、オリンピック目指してこうチャレンジをされているじゃないですかで一方で女子の水泳で15歳女子バタフライ 100m。 ということで、えー、オリンピック決定ということですね、えー、今日の朝刊に掲載されておりますが、えー、女子 100m バタフライ決勝は4日の準決勝で57秒55の日本新記録を出した15歳の池戸理香子が57秒71で生死初の代表入り池江選手は 200m 自由形でも6日の決勝に進んでいるということですね まあ15歳、本当に、ねまあ、ま,あまだまだこれからだと思いますけども、あのーまあ、その池江選手の、ねえー、話で派遣標準記録の突破を告げるアナウンスを聞くと涙が止まらなかった場内インタビューで感想を聞かれてもしばらく言葉にならなかったということです初のオリンピックを、えー、切符を手に入れた15歳の池江は冷静さを取り戻すと死ぬほど嬉しい。 ととと満面のでで口にしていたといたうことですね、えー、保育園児の頃に腹筋運動が500回続けてできたというね類まれな身体能力を持っているホープと言われているそんな逸材だということですねあのー、大体の人の、あのー、話なんですけど 手のひら、あ手をね、えー、右手、左手をですねあの、大きく横に広げていただいて、ででその広げた状態、左手の先から右手の先までの長さが、まあ、その人の身長って言われているぐらい、だいたいこの身長と、この手のね、えー、右手、左手を伸ばした状態で、えー、調べた結果、だいたい同じだっていうことらしいんですけど、この池江選手は1 7 0ンチなんですが、 えー、手を伸ばしたらですね1 8 4センチぐらいあるらしいですねそれぐらいこう手が長いっていうことでこの最初のこの水に手を入れてからひとかきのねこの大きさが非常にこう大きいと、まあ、その上半身の使い方はもう世界のレベルにあるんじゃないかっていうね専門家の話ですけれども自分のねこの身長とこの手のひらのば手のひらっていうか手がね 伸ばした状態が同じっていうことは僕初めて知ったんですけどでさらにその、ね、長さよりも、えー、手の方が1 4センチも長いって言ったら多分ぱっと見結構この腕の長さが多分すぐ目につくでしょうねきっとね、まあ、これからまたね、あのーまあ、まだまだ、えー、他の競泳がありますけれども、まあ、まずはねこのバタフライでオリンピック決定ということらしいですね。 いやーすごいな、またニューヒーローというかね、新しいえもう将来ある選手が登場しましたね。今日の長官から紹介していきました。さあ今日の番組のテーマは自分の運転何点というテーマでお届けしています。ラジオネーム、テント頑張ろうかいさん。今日のテーマは運転何点そうだな、65点くらいかな。 昨年シートベルトをし忘れていて切符を切られるという失態をし次回の更新はゴールドではなくなっちゃいますああそっかねその切符を切られるとかそういうこともありますねあちょっとこう油断をしている時に切られたりとかいや油断はしてなかったけどもとかねいろいろありますけども ま最近僕の知り合いがあの運転中にこう電話をしていてでそれを、ねあのー、見られて切符を切られたっていう話をしていましたけどね、はいえー、運転するときは携帯見ないようにまたは、ね、電話をこう取らないように、はい、安全運転でよろしくお願いいたします、えー、先ほどぶんさんがタコチャートっていう、ね、話をしてましたけど何ですかって聞いたところ、えー、何キロ走った 止まった時間が分かる紙のことペーパーペーパーのことってことですね、えー、ドライブレコーダー付きの車が点数出たバックの回数バックした回数か、えー、ハンドルブレーキの点数危険映像ないかとかチェックされていたよ、えー、現場の人間からしたら命なちは上位配達ならんどということでえー、じゃあ結構 監,監視というか毎回点数がついてたってことですかこれ。うわー大変ですね。ってことはその基準があるのかな多分この配達ルートだったらバックの回数はだいたい50回ぐらいでとかハンドルの切り方が急じゃないかとか。 急ブレーキ何回やったかとかってことなんですかね。これねそれがこうあのまあ,あの最近ではねこのドライブレコーダーの、あのー、導入なんかもねありますのでそれはわかるんですけどえー、点数が出るのもあるっていうのはちょっとびっくりですね。 なんかこう運転しづらくなりそうな気しますけどねどうでしょうかねこれねはいありがとうございました、えー、ラジオネーム名古屋のダンサーズさんから頂きました、えー、ラジオネーム名古屋のダンサーズですモーリーさんおつおつ桜満開の名古屋は今日で見納めです明日は春の嵐で散っちゃうのかなさて自分の運転何点ですが70点ぐらいでしょうか 最近は無無事故無違反で勤めていますそうでないと自動車保険が上がりますからね、えー、それとモーリーさん車庫入れするときは前から入れますか沖縄へ行って思うのが前向き注車が多いことに驚きましたモーリーさんは前向きそれとも後ろ向きですかということで、はいえー、名古屋のダンサーズさんからのメッセージでした、はい、僕はもうほとんど前ですね うん、あのー、例えば10台ね止められる駐車スペースがあって全部後ろにと後ろ向きで止められてあっても僕も普通に <laughs> この輪を乱すかのような感じで前からウィーンって入れてますね、うん、あの那覇で仕事の時に大体みんなバックで入れてるんですよこの駐車スペースにねなんだけどもうお構いなしもう前からわーって。 <笑><笑>まあまあまああ,あのー、スーパーとかのねショッピングセンターとかスーパーとかでたまにこう駐車場に、あのー、バッグはご遠慮くださいみたいなバッグでの駐車は、えー、他のお客様のとかねなんかそういう理由で、えーまあ、場所によっては前の方からっていうそういう案内がねあるところもありますけどもね。 どんな感じでしょうかね、はいえー、今日の番組のテーマ「自分の運転何点?」でメッセージをお待ちしていますさあそれでは曲いきましょうこれはラジオネーム「トマブンさんのリクエスト」ということでもう今日ねこの曲を窓を開けながら海見ながらとかね景色こう見ながら聞くといいかもしれません。 ともぶんさんリクエストは決明書のナンバーから「ドライブ」。 さあ4月6日水曜日のアジラジをお送りしております、えー、今日から春の全国交通安全運動ということで、えー、来週の金曜日までとなっております、えー、今日の長官にその主なですね項目が紹介されております運動の基本は子どもと高齢者の交通事故防止、えー、全国重点、えー、自転車の安全利用の推進 まあ、特に自動車安全利用の5足の周知の徹底、えー、後部座席を含め,て含めたすべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底飲酒運転の根絶そして地域の重点は二輪車の交通事故防止特に若年者を含めたマナーアップの推進だということです。 でそれ以外にもですね、子供と高齢者の交通事故防止、特に歩行者事故の防止が挙げられております。えー、大人は子どもの保護者です、えー。家庭や地域で子どもたちに交通ルールやマナーを身につけさせましょう。まあ、あのー、駐車場とかでね、子どもがこうショッピングセンターまで走るとか、スーパーまでこうね。 あの右も左も水ちゃますぐ走る場合とかあるじゃないですかまあマナーなんかをねまだ身につけられていない子どもたちへの備れも含めて、えー、親がね呼びかけをしていきましょうということですね大人が手本を示しながら交通ルールを守ることの大切さを教えましょう歩道がある場合は歩道を歩くこと信号が青になっても急に飛び出さず 左右の安全確認をしてから渡ることなどを繰り返し教えましょうということですね。えー、守ろう4つの約束ということで右左をちゃんと見よう信号のある場所で渡る車の陰から渡らない飛び出さない道路で遊ばないこの4つがね、えー、挙げられております、あのー、信号のある場所で渡る これ結構大人でも、ね、守れてない人多いんじゃないかなと思いますけどもねあの渋滞なんかが多くなったりとかするとあ近いからってことで、ね、あの横断する姿なんか見るけど、まあ、たまに、ね、あのひょこっとこう人が現れるもんだから運転すすするる側ととしては、ね、びっくりすることが本当に多いですよね、まあ、そういった光景を、まあ、子どもたちは見てますからね。 この大人の背中を見て子どもたちもまあ、真似したりとか、えー、しますからその辺も含めて、えー、この来週までの金曜日までの間春の全国交通安全運動が実施されておりますので、えーまあ、自身の、ねあのー、運転ももちろんそうですけれども歩く時にね、えー、信号をちゃんと守る または信号機のある横断歩道のあるところから渡るっていうねその辺がもうその辺も大人の皆さんがもう背中でえ伝えていくっていうことをねやらないといけませんねはいえーまあ、これからまた新歓迎会か新入生の歓迎会とかもたくさんあると思いますので、えー、お酒を飲んだ時のね、まあ、マナーも含めて、はい、気をつけていきましょう さあ今日の番組のテーマ自分の運転何点というのが今日の番組のテーマです MJ さんからいただいていますはいさあ DJ モーリー MJ ですモーリーさん車前向きで止めるんだそうすると後ろ向きで出るから視野が狭く視界が多いし難しくない俺スーパーの駐車場でバックで出るおばさんの車にああ2回ぶつけられたよ えー、おばさん後ろよく見ないでバックしていたからさ子供じゃなくて俺の車でよかったって感じだけどおばさんあまたやったってな雰囲気で悪気ない感じだったな <laughs> たまにいるんですよね本当にねあの全然あの申し訳なさそうじゃない <laughs> はいごめんねみたいな感じのねパターンがたまにありますけれどもはい,いやほんとそうですよ、あのー ね、軽症でよかったというか、まあ、そこで人だったりとかねもう全国ニュースなんか最近1歳のお子さんがあこの駐車場のスペースでね、えー、引かれて命を落としたっていう,う事故もねありましたからまあ徐行とはいえね、えー、ゆっくり歩かすにしてもやっぱりこの左右の確認はちゃんとしないといけないということでしょうね。 まあの僕もあの前で止めるときもありますし後ろでもありますけどでも大体僕も前から注射が多いかなでもあのちゃんとあの後ろの確認をね確認でちゃんとやってますはいまあ、あのそれを最初でやるのか後でやるのかの違いだと僕は解釈しているのでまああのその時のね込み具合とかまあ,あの空いてるんだったらこうバックでね止めたりとかもいろいろやってますけどもね えー、MJ さんメッセージありがとうございましたさあこちらともぶんさん五角形のグラフと運転の癖アドバイス点数が書かれた紙がその日の終わりに出されてたよあのタコチャートっていうね話ありましたけど一般道は5 0キロ高速は8 0キロ超えてはいけないからさ最高速度5 3キロとか バックした距離8メートルとか、えー、とにかくかしわさかったなでもおかげでその癖は体に染み込んでいるからさ高速では今でも8 0キロ超えはないなまあ沖縄自動車道は最高速度8 0キロだからね横断歩道を曲がるときは歩行者に気をつけるしカーブミラーも活用まあそこら辺はプロのドライバーだと自信を持って日々運転してるよあーいいですね まあ,そういうあのもう他のね皆さんからしても模範となるような運転プラスこの中の荷物とかあの倒れたりとかねそういったことも多分しないんでしょうねきっとねこの正しい安全運転してるからまあそっかこの配達のねあの仕事の場合ってやっぱりこの中のねえ荷物のまあ貴,重貴重品というかあの大切なものもたくさんあるじゃないですか。 ね、多分ペーパー的なものからちょっとこう重さがねあるものだったりとか壊れやすいものだったりもあるのでその辺も含めてちゃんとこう転倒しないような、あのー、マナーを守った運転が多分ね要求されていくんでしょうねきっとね。えー、さあ今日の番組のテーマ「自分の運転何点?」というテーマでお届けしております。 えー、この後一1曲お届けして CM 挟んで時刻は5時を回っていきますけれどもこの後は親や,やんの登場となりますのでこの後も FM 講座でお楽しみくださいさあエンディングは南沙織さんのナンバーで「17歳を聞きながら4時台はお別れ」といきましょう。アジジクーータラジオこの放送は お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディスクリニック、ソートバンク中野町、社会福祉法人人福祉会道所保育園、花風三里保育園、以上各社の提供で四次第はお送りしました。 さあ夕方五時を回りました。この時間からこの方登場です。はい、おややんでーす。 今日は顔が映ってない。嘘。うん。首首から下いいんじゃないもん。いやだ。髪の毛変えたんだよ。確かにね。そう髪の色髪の色変えたんです皆さん。これ何色なんですか一体。これなんか正式な名前はないんですけど、いつもお願いしてる美容師さんが今回ちょっと流行り流行りっぽい感じの色にしましょうねっつってパープルとなんかライムライム系。ライム系。そうそうライムとなんかアッシュ。 で、またメッシュ入れて三色使いにしましたみたいなうんうんこれね本当に横から見てるんですけど本当にいろんな色があるよねい,そういろんな色があるんですよ角度によって見え方が違うっていうこれがまた地毛っていうのがちょっとねびっくりだねだからかカツラっぽくしてくれたらと思っておうおうなんかやっぱ驚きもすごいじゃないなんか「<うん S 1> 地毛ですか?あカツラですか」ってやると「いや地毛です」って言っはい。 これ結構好評でまだ吉本の人間にしか見せてないけど結構みんな「おはようございます」入ってきたみんな「うわ神」みたいなよく見てみると確かにパープルも入ってるそう上等って言われて男の子たちにも結構評判よくてあ確かにライムも入ってるよそう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 いろんな色なんですまあこれでねどん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 金髪からアッシュ系からこの3色のね色が変わってますけれども天童さんから。 ええー、クマムシゲン、タマムシゲンにできてる。なんタマムシゲン。タマムシって、なんか、こんな色さ。うん<え>。あの、色が。わかんない、タマムシって。あ、わかんない。うん。ああ。まあ、どんどんね、この髪型の色が変わっていきますけれど。はい。さあ、わがままボディの親やんが登場しての。水曜日ですけれども。はい、もう、この時間、あ、ですか。ようやく、もう、ご時代から、と、ご登場できるかなみたいな。そうですね。うん、もう、ありがたいんですけどね。うん。 本当は最初から痛い,いんですけど、うん、どうしても舞台が3時半過ぎにしか終わらないので<う>間に合わないです <laughs> <な>那覇からそう向かうからそうですかそう4時前にしか出発できないから、うん、那覇からもう小、ねま、た夕方この時間帯もうあれじゃないそのうち5時半からの登場になり5時半だったら来ないよ <laughs> 30分で絶対嫌だなんで5時半から嫌だ とかだんだん出演期間がなくなるんじゃないですかねでもしょうがないよねお金もらってるから向こうの仕事はやっぱりねあのまま捨てて捨てないし一応言うけどツナイト5は欠かさず出てますからね私夜の11時だからあまあ遅いからなそう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 しょうがないもうごめんなさいねアジラジはもう出たいんですよ気持ちは出たいんだけどそうなんですよ間に合わないんですよね もう全部青信号にして天皇陛下みたいな感じにしてほしい私が通るときに信号かからない信号かからないような感じにしてほしいチャバス行けるようにでもちゃんと来るときはラジオ聞いてますよあそうですかそうそうだから今日のテーマも知ってましたよだからあなた自分の運転どんなですか70点七十点で一応言うけどゴールドカード2回目だからね私次の更新で3回目だからゴールドおお私マジで運転だけはねでも荒い荒い 運転荒いって言われる<え>スピードが速いんだって私あ<ー>無意識なんだけど、うん、でまだ無事故無違反だよあそうですかうんなですかえすごいよ私得意だからあそうあるよこのあれよ養成所じゃない養成所っていうさ、うん、自動教習所の時から、うん、あの縦列注射が上手って褒められた縦<ー>列が得意かなどちらかというと。 バックでの縦列もちろんもちろん私頭からは無理だわけ頭から難しいよな難しいバックだねやっぱあの一箇所だけあの縦列で止めないといけないところがあるわけショッピングセンターがあってそこ毎回楽しみなんだけど縦列好きだから縦列面白いよね私も好きなわけ縦列うんあの 斜め角の方で意識を持っていってハンドルを切りながらその斜めってるところをまっすぐに戻したら止められるみたいな自分の方式がし後ろは得意なんだけど前ができないよ今日前はむずいんじゃないあるようなうん私前からできないもんやっぱ全部後ろから止めるねうん何でもかんでもあじゃあもうこの普通にコンビニでも余裕でバックバックあでもコンビだんていうの 駐車スペースが広かったらそのまま頭から突っ込むかもだけどできたら本当はバックから出る時を出る時頭から出たわけよそのほうが気持ちいいじゃないんかはい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 そうまあディスナーさんそのほうが多かったねよくあのこんできてるとハザードつけて待ってるパターンがあるさあるねあれちょっとあれだよな絶妙な感覚だよな距離感超わかる 一応、一応俺が先に来たんだけど、うん、なんかあ,あの人あれだな自分の方が入ろうとしてるなみたいな空気とか,なんかある最中この辺、ね忍耐力の勝負だと思いますけども最近ではねちゃんとこうルールを守ってくれる人いいですけど新商、はいうん、者用の、ねうん、ところにこうパッてこう止める人もいるし。うんうんうん いやそれはならんどうって,言って私絶対許せないな<あ>マジで、うん、止めたくないこういうのをちょっとこうマナーをね守れるような感じでいきたいですけどね、うん、あのー前にさ0時以降リスナーの皆さんのメールで感動したのが「はいえー、絶対にお店の前には止めない」って車、うん、お店の前にははいはいはいわわざわざもう歩くために、うん もう後ろっからわざと止めてんだって<う>で理由を聞いたら、うん、まああの新商社だけのスペースではなくて、はい、それ以外のスペースにいわば妊婦さんとか新商社の方が止めれるようにっていうメールがあったわけ、うん、やってますっていう,うんその人痩せてるはずね痩せてたやっぱり私絶対無理だもん <laughs> 太ってる人は無理だと思うよすごいね こうういね心遣いがあると神様ね神様いいんじゃないさっきモーリさんが言ってたけどおばさんたちがなんかそうでもないよみたいな平気な顔するっていう話してたさこの車ちょこんとぶつけてちょこんとぶつけて何がみたいなあごめんねみたいな実際されたことあるからね警察呼んだよ私何が何でも呼んでやろうとだってさぶつけられてさぶつけられたんだよなのに謝らないわけ出てきて。 あ、もう傷ついてないねご指導家 <laughs> えありえんと思って傷ついてないねじゃなくて、うん、謝るでしょ普通まずはな、うん、あ<ー>でこれ当たらんやつさと思って当たらんなう,うんいやダメですっつって、うん、あの、この車私の車じゃなくて会社の車なんでって嘘ついてから警察呼んだ、うん、ああ それでもずっとなんかあん別に傷ついてないさいいさ別にみたいな感じで, <laughs> えでしょと思って常識を欲しいやばくない本当や,ばやばいですよね、うんはあもうありえない私吉本入ってなかったらわざとムーチ失ったっ,ってお金取ろうかなとって <laughs> <laughs> 悪いことところまで考えてる本当たりやだな当たりや当あなたの当たりやだなやでもなここってさ、はい、人間性が出るよなやっぱりな、うん まずはこう被害者の立場のことを考えても一言だったりとか行動ってあるさやっぱりそれでね「あ指紋これぐらった気になな何よ」ってね「ダメダメダメ」言ってくれる人もいるしまあでもその辺はちゃんと警察呼んで保険屋呼んでプロに任せた方がね一番安心ですけれどもさあメールもたくさん来ておりますラジオネーム「昼間の奥さん」「顔面油」って書いてる。 何が私うん、うん、あのことびっくりしたツイキャス <laughs> 顔面油かなと思って <laughs> <laughs> あ自分自身ってことですねモーリーさんと顔の油をティッシュで拭いてるディスナーさん「はい」<体>「はい」「ティッシュをそっと顔に広げ置きぐーっと両手で押し付けています、うんえー、魚宅みたいだね」ということで <laughs>、うん、<laughs> さあテーマ「運転何点、はい、違反行為しないから60点かな?」 スーパーの駐車場、うん、バックで止めますが時々タイヤ止めをきれいに通り越してる時もあり、うん、あれいつになったら止まるのかなと永遠とピーピーピーと鳴らすね <laughs>、えー、免許は18歳にマニュアルしかない時代に取得していますが、うんえー、乗ったら体が覚えていて運転できるもんかな。うん ななんんかいいやらしいねね体が覚えててるだ重、ね <laughs> えー、列駐車もどうだろう、えー、後続車にイライラされるぐらいなら諦めるかな、うんえー、ジ次年の S 字今もできるんかなということで懐かしい、SG、S 字ありましたねあったね、うん、なんかクランクとかあったよねどういうやつだっけでも <S え <S, S 字ってカーブちゃんと曲がれるかみたいな、うん、今でもちょっと次年のやってみたいないろいろ。 いね、いや意外と難しいかもねもう覚えてないもんな、うん、一般道広いさ言ってもうんそうだね狭いもんだ、ね、よジレンの中、うん、私めっちゃ苦戦してたな免許取るのあそうですか仮面2回ぐらい落ちてるもんあでも本面はみたいな感じでしょ本面は1回で取ったけど仮面2回落ちてたような気がする泣いたしねもう悔しくて全然なんだろうスタンプ押し,してなんか もあんまルール覚えてないそんなシステムだったスタンプすとかなんか私のとこは確かスタンプを押してもらってでこの教官がオッケーだったら仮面仮面受けさせてもらえるんだけど仮面に受けさせるまでになんかスタンプなんか押さなんかあったわけよとりあえずで私一冊で終わらんくてずっとなんでみたいな 全然できててないっ言だから実地と学科があったよ確かねうんもう覚えてないなでも学科はもうストレートだったけどうんうんうんじゃ卒検も一回落ちてるんだ私じゃあ結構お金かかったんだねお金かかったでもそもそももうマニュアルで最初取ろうとしてたんだけどうん絶対マニュアルの方が高いさうんちょっとね高いっていうのでえええええ ATM じゃなくてエティ AT オートマ」にしたのに 結局マニュアルと同じぐらいお金かかってる私めちゃくちゃ落ちまくってるからマニュアルの場合な半ラとかできないとな坂道発信とかできないといけないですからねまあでも今ほとんどの人が AT で取得してる方が多いんじゃないですかそうだはずねでも車も今ほとんど AT 車でしょそう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 なんですよねええ MJ さんから頂きました「自分の運転何点かねわからんさ」 ただ心がけているのは同乗者が居眠りしてしてまう運転です、うん、え要は普通に運転するってこと、うん、のろのろ遅すぎる運転もスピード出しすぎ暴走運転もえ眠たくならないからね、うん、決して隣に乗せた女の子が寝てる間にどうしようかなって思ってないよということで、うん、MJ さんから頂きましたはいまあ安全運転ってことなんでしょうねうんう えー、こちらもいきましょうラジオネームうーっと、ねえー、パンダダンさん私はまだ運転免許を持っていません<う>、えー、だからゼロ点です、うんえー、なんか歩道に駐車している車多いですよね、うん、歩くときに歩道に車が止められていたら本当に困ります、うんえー、ということでいただきました、うん、あじゃあこれから免許取るってことなのかなそうかもしれないですね なんかアドバイスありますかこれから免許取る方々に。そうだね。怖がらないこと。私怖かったから。でもよ、走っても怖かった。僕とっても怖かった。対向車とか、くるさ、本当に。向かってくるさ。私、絶対免許取れないだろうなと思ってたもん。あ、そう。不器用だし。絶対取れないだろうなと思ってたから、余計になんかもう嫌だったもん、教習所通うのも。 あまりじゃあ気が向かなかったね気が向かなかなったけどでも一つ目標があればいけるよねほうじゃ本当に免許を取りたくなかったっていうでも取らんといけないんだろうなとは思ってたけど沖縄だしその当時一つ年下の人と付き合ってたのよ、うん、で私が高校3年生の時に免許取ったんだけど、うん、高校2年生さ相手はで高校3年生から免許取れるじゃん18だから十八の,の誕生日がもう10月だから、うん、10月超えてたら取れる,なるほどでちょっとびっくりさせたくて免許取ったの でみんなでなんか一緒に美ら海水族館に行こうみたいな話をしてて全員<ー>あ友達含め数名で、うん、それでなんか急に車で登場したらびっくりするだろうなはい、はい、みたいななんか,か <laughs> っていうのがあってそれを計画しようと思って頑張ってそれまでに免許取るっつってやったらもうびっくりしてたやっぱ<ー>免許取ったっつって。 女子席にいるのか運転席にいるのか全然違うもんなそう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 あでチルンまで行ったんだ行った行ったみんなで行った<う>懐かしい思い出で別れた3年してよ <laughs> 一応ちゃんと付き合ってるからねちゃんと付き合ってますから3年付き合って旅行も行きましたしお<う>いろいろそう ちゃんといや本当に遊びじゃないちゃんと付き合ってましたよ。遊びじゃない。その彼は今年の11月に結婚するそうです。おめでとうおめでとう。はいもうおめでとう本当におめでとう。よかったですね。幸せになってるってことですか。本当に幸せですよおめでとうございます。じゃあ変ななったところで曲を。変なならんでしょう。さあということで味ジうたラジオ5時台もスタートです。 アジラジアジラジ,ジ,ラジみんな聞いてアジラジアジラジ七十六点一 FM こそアジクータラジオみんな聞いてね、はい、アジクータラジオだよどうか皆さん聞いててくれないか DJ 森とおややのおしゃべりでみんな しあわせにしたいんだよ「FM 講座味噌歌ラジオ」みんな聞いてねいてはい懐かしいジングル さあ火曜日アジクーターラジオ火曜日じゃないあごめん水曜日, <laughs> 水曜日びっくりするわ <laughs> 普通に火曜日って言って水曜日だからちょっと <laughs> 水曜日ははい、はい。えー あなたがいてよかったです今いなかったらずっと火曜日でやってたんですよ俺6時まで火曜日のつもりでやってたんす大丈夫今日オープニングはちゃんと言えてた水曜日って大丈夫大丈夫大丈夫ああ怖い怖いびっくりするよだって水曜日だからいやいやいやあのあなたはさ疲れとかで舞台でミスすることってないんですかかミス自分でらななないいいんじゃ言葉が出てことか あで噛んだりとかしますよやっぱあるんだそれはで部長お笑いだからうんで部長周りがフォローして笑いになるからあなるほどなるほどなるほどそういうことねはいいやもうまあこんにやってきたと思ったらまた那覇に行ったりとかするさそうなんですよね移動がね最近本当にガソリンやばいようん2日ぐらいでなくなるから満タン満タンはあ行ったり来たり行ったり来たりずっと1回行くだけでもなまあまあ使うけどで昨日居眠りしてしまってさうん ちょっとその運転の話で居眠りっていうかもう一瞬の<う>昨日はあの那覇でまた舞台終わって大体、うん、もう平日毎日舞台なんですよはい、はい、で出て明日は舞台あ昨日は舞台終わった後にライカムだったんですよライカムの MC でその向かう車内っていうか混、うん、む,むんですよやっぱ昼間っていうかこの時間帯、うんうん、でちょっとさ信号待ちの時にうんって眠ってしまったからス、はあ、ーッて後ろの車がブーってうのバって起きて。 うわー危ないなーマジで危ない本当に危ないあまあちょっとこう徐行がねそうあのなんかゆっくりゆっくり走ってたら眠くなるね、うん、だから<間>止まったり走ったりをねそう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 ,そう繰り返してるとそんなことないだろうけどうう同じ景色とかなそうそう,そ,うそれが最近きつい怖いねみんなも気をつけてくださいよ本当にねえ 別になんか眠いっていうわけじゃなかったんだけど向かってるときはだんだんこみ出してきて進まなくなってきたときとか降って急になんかそうなんだよな暑いから車もクーラーつけるさいい気持ちになってきてからさもう危ないほんとにいやちょっと危ないからマジでなだからちょっと停止するときニュートラルとかちゃんとしたほうがいいはずねニュートラルでギアちゃんとやるとか。 ただ踏んでるだけだったもしかしたらねいやー危ないですよドカーンって行くはずね、うん、危な皆さんマジで気をつけてください運転にはでね、うん、あのー、あ横の車動いたからスースー持って思ったらそうかるわかるよくあるよね前が止まってるとかねあ,あ,ありますからはいはいはいまあこの時期ねちょっとこう涼しい時期でもあるし、うん、でちょっとこう時間帯によっては混む時間もね、うん、ありますので、うん、でも明日までなんでしょ晴れるの 週末ちょっとねあさってからまた雨なんかしかも今年梅雨入りが早くなるっていう噂を聞いたんだけどなあかな最近本当にあれじゃん雨降ってるでしょよくもうそろそろなのかな梅雨入り梅雨入りえでもおかしくないんじゃない入っててももう最近おかしいさ天気設定がこのういやでも早く入って早く終わってほしいなもう梅雨嫌だな早く梅雨入りして早く梅雨明けした場合 デジャーュいナツが来るみたいよ。あ、そうなの。天<気>の温度がすごいってこと？気象予報士が言ってましたけど。へえ、それはそれでやだな。そうなんですよ。やだな。だってクーラーかかるってこと、お金もかかるってことさ、うん、また電気代。うんまあジメジメするのかな、またも段々だんだんとこう最近、あ、このなんかジメジメ。 ようやく今年も来たかみたいな、うそういうのがありますけどもね。はい、はい、ええー、まあ、とりあえず、まあ、天気の情報も後ほどお伝えしていきたいなと思います。はい、ええー、モーリーさん、こんにちは。なんちゃってテーファーです。今日は暑いですね。二十七度ってびっくりドンキーです。うん、あの、なんちゃってテーファーさん、あの。 初めて聞いた私琉球開員祭チケット当たってますからわーすごいえー受け取りに遊びに来てくださいーい,い,だいいなーえー自分の運転何点、うん、え自分は60点くらいかな最近自分がバックが苦手ということに初めて気づかされました<お>え自分はこれぐらいオケーやさって持っていても車が斜めになったりしていてあ、うん、げ ってなるのがしょっちゅうあるわくさ、うん、自分の車にはバックモニターついてるのに、うん、バック苦手ってあるかねえー、バックモニターつけてなかったときは触らないバックで来ていたのに、うん、モニターつけてからなんかバックが苦手になってるなということでんなんでかね不思議発見さということでいただきましたモニターに頼るからじゃないだろうねきっとねなんかモニター上があったらよギリギリまで行こうとしてしまうっていうかあるはずねなんか あるよね、うん、で普通に運転できれば一番いいですけどす、うん、まあそれをこうサポートするのがね、はい、多分バックモニターじゃないかなと思いますけどもね、うんえー、意外と皆さん60点とか65点とか多いですね今日ねでもまあ事故ってないからじゃないそんなうん、うん、なのかな、うんえー、金物屋さんえー、森合わせらへんが大変なことになってる、ね、霧で真っ白だよということで今 この時間。行きたい。は。なんか、こういうのワクワクしない、なんか謎、謎な感じの。そうですか。ええ。朝方はすごかったよ。き。朝はわかるけど。ね。しかも森さん、それでとか、田舎朝。え、全然見えないよ。でしょう。わかる、わかる。本当に。昨日大変だった帰り。私、こういうの大好きだわけよ、こういう。なんか闇みたいな。危ないよ、レジ。うん。でも、今の時間、きり、きりじゃないんじゃない。煙じゃない。なんですかね。怖わ。 えー、青の軍団さんからも「ぐしかはいえー、急に霧が出てきて前が見えなくなってる」ってば、えーえー「ヌーガラミスト」って映画封じになってるあーこれありましたねうん怖えっ、ー、今何でしょうねでもなんか昔さ高校1年生の時に、うん、今でもめっちゃ覚えてるんだけどはい、はい、友達の家からさ家に泊まって。 そのまま帰る時に朝,、うん、朝,朝方7時ぐらいよ、うん、あの町がさ全部霧に包まれてたわけよ<う>本当にでその時私霧って知らなくてうん、うん、霧っていう存在を知らなくて何ならあの免許取ってから霧がすごいっていうのは分かるようになってきた、うん、あの山奥とか行った時にうん、うん、あこれが霧なんだっていうのは分かるけど、うんうん あの当時まだ免許も持ってないし子供だし子供とか高校生だけどキリっていうのに会ったことがなかったから、うん、怖くてさ友達に出た時にめっちゃ白いわけよって <laughs> 人類滅亡するんじゃないかなと <laughs> 本当に思って分からないからな,な、うん、キリって怖くないだってじゃっ不気味ではあるよな、うん、あん本当にあこの世が終わるっていうのは多分今日なのかなみたいな。<laughs> このまま、家に帰れないまま、なんか。どうなるんだろう、みたいな。まあ、見たことない、ないからな、うん。衝撃だったきり。今、うん、具志堅がそうなってるんでしょ見たいっすよ。え、行きたい。見に行きたい。えー、修学旅行とかでな、うん、朝早く起きた時とかに、うん、たまにこう、山合いで泊まってる時なんかは。うん、このきりがすごくてとかってね、よく見ましたけど。うん、なんでですかね、これね。きりなんですかね、でもきりなんでしょうね、みんなが言ってるってこと。 一応こう他のディスナーさんからもこのキリがすごいよということでへ<ー>えピーチベルシルバーさんえー、モーリーおにぎりマンディスナーさん誰がおにぎりマンよ <laughs> 誰がおにぎりマンですか確かに今テント童さんもねツイキャスでね親や,やん空気が入りすぎた風船みたい <laughs> ちょっとちょっと確かに半年で7キロ太りましたけどおにぎりマンいいね <laughs> いやよくないよウォーズマンでしょウォーズマンモーリーさんウォーズマンキン肉マンの 何が、筋肉マンのウォーズマンみたいでしょう。ん、おにぎりマンみたい。ウォーズマンよ、ウォーズマン。<laughs> よく言われる。えー、してからに、はい、明日娘たちの始業式なのに、うん、何も準備してないし。百均はすべて、雑巾売り切れだしということで。<laughs> あの、持ってきてくださいと言われてるんでしょうねはいはい、はい。やっぱ雑巾も今、親が作る時代じゃないんですね。あ、売ってますからね。すごいねもう。絶対買った方がいいもんな。 まああの3枚組とかでね売ってますけどもまあでもあの3枚組の場合ちょっと薄いんだよなあそうなんだ雑巾は雑巾でもうんやっぱこう誰かねおばとかお母とかが作った方が分厚くて頑丈でっていうねありますけどもあ明日から修行式ですけどね何も準備してないとちょっとやばくないですかねこれね <laughs> やばいね何も準備しないのやばいね多分お父さんお母さんも考えてること一緒だと思うわけ、うん、他の百均行ったりとかしてさあ5時30分になりました、えー、ここで地域密着道路交通情報をお送りしていきたいと思いますあの今日ちょっとこうね霧の話がありますけど、うんえー、私の聞いてるところでも霧が目立ってきましたよとかって情報もあれば、えー、メッセージをお待ちしております、ね さあ5時時時分になりましたこのの間間は地域密着道路交通情報の時間です、えー、沖縄市内の渋滞情報をお届けしていきますが現在、FM 小座の前パーカーメニューから見える国道330、はい、小座向けから小屋向け小座方面から小屋向けで現在、渋滞しております、はいえー、一方で小屋方面から小座十字路向けはスムーズに流れております。 それ以外の沖縄市内一般道目立った渋滞情報は届いておりません、えー、ただ北中城、図岐蘭方面ですね、うん、こちらの方面で現在長い渋滞ができていると図岐蘭方面図形乱方面あと、石んだ方面よ情報が、ね、い届いております、うんはい、さあ天気の情報いきましょう今日のこの後南の風のちやや強く晴れ 夜は曇り波の高さ1メートルの地1.5メートル降水確率10%の見込みです、えー、一応こう気象警報注意報を見ているんですけど、うん、ーノーム警報とかですね、えー、他のこう注意報警報は出ていないということですけどね、うんえー、また後ほど天気の情報もお伝えしていきたいと思います以上ここまでは地域密着道路交通情報と天気の情報をお送りしました さあアジクルタラジオ水曜日今日の番組のテーマは「自分の運転何点ですか?」というのが今日の番組のテーマです。はい、えー、霧の写真がねたくさんこう届いてました。あ見たい結構あれですねあのー、霧がかってるというか薄くありますね見えますこれこれもかな もう1キロ先とかも全然もう見えないみたいなそんな感じですねこれねえー、それ以外にもですね「昼間の奥さん」はい「スタジオさん、うん、子供の国の森らへんも霧っぽいよ<ー>目がしょぼしょぼだと思ったけどみんなでフーフーするねそれとも吸い込む?」ということで怖い、はい、っていうかこれどんどん広がってっくるんじゃないだからねなんでかなマジで今今の時間で。 まあちょっとねまあ牛川方面でっていう話はありましたけど、うん、でも子供の国じゃ沖縄市まで来てるってことだよねってことだよねうん、うん、とりあえず小座の上空というかアベニュー近辺は、ね、ま,あまだねうん大丈夫目で見える形でないですけれども、はい、あ中ちゃんさんからもいただきました、はいえー、モーリーさんお久しぶりです今高原沖縄市の高原にいますが、うん、この霧超怖いんですけどえー、高原まで来てんの 下の方か行ったら、はい、あでも子供の国上の上方かそうだねでも子供の国まで来てるってもうすぐ目の前まで来てるん、ね、よ <laughs> 横まで怖っマジでそういう話か侵略されてるどんどん <laughs> <laughs> だんだん上に来てる怖ええっ切り情報ないかと仕事帰りにラジオつけてみました <laughs> どうなってるのか教えてということで、はあ、はいこれマジでなんかないんです気象情報みたいなやつで 一応ですねまだあのー、気象情報として発表になってないし濃霧<ー>、えー、警報等も出てないとどうする霧じゃなくて煙だったら怖いよね <laughs> 匂いをしないのかなねえどんなんですかね変なの、えーまあ、ただこう安全運転にさらに気をつけて気をつけてください,くださいあええー、昼間の奥さんはい 結婚式場 NBC の看板も見えませんというと、えー、<laughs> 看板が見えないぐらいそんな霧がすごいっていうやばなんでしょうね、はい、でも帰り道やだなこれで運転、ね、あのギノアンホーメどうだったの全然あ大丈夫うん全然平気なんでしょうね今のところ市内かなう、うん、まださ今のところ明るいからいいけど夜怖くない夜 まあ,今日もね、あるでしょうね、うん、多分ね、うん、ええじゃ病さんからはい、えー、モーリー親や,やんリスナーの皆さんこんにちはこんにちは今日は忙しいので霧の社名だけ送ろうね、うん、社名の場所はさ中城公園だけど中城公園付近も霧出てるよということでええー、<laughs> うわーこれ結構すごいな見えるこれうわやばっ中城の公園 うわやばい緑があるところは結構はっきり出てるね、うん、うわーそうですか何が起こったんですかね急にえ中、ー、ちゃんさんはいというか霧がだんだん濃ゆくなっていますひ<ー>これから運転して帰るのが本当に怖い、うん、え高原は上の方ですよということでいただきました、うん、え霧マジで 事故りそうよ何も見えなくてだからな、ちょっとこう運転が続いている方、またこれからお出かけの方もです、ね、はい、また霧情報、まあ、入り次第お届けしていきたいと思いますけれども、はい、安全運転をよろしくお願いいたします。さあということで、えー、おやんからお知らせとありますか、吉本の。お知らせ、そうだね、4月の16日に、また一期一会というユニットライブがあります。はいえー 見てきあのチケット私が持ってますのでぜひお着付けとかしてほしい、うん、時間がですねちょっと待ってくださいね7時半だったかな7時半開演のちょっと待ってくださいよいつもやってるはいありました、うんえー、7時15分会場の7時半開演、うん、で前売り1000円で場所が、えー、沖縄か月<お>でチケット私持ってますのでぜひ ダイレクトメッセージツイッター、フェイスブックやってますのでよろししくお願いますすどんんなな感じでか同期の同期のユニットライブで毎月やってるやつなんですけれども先月は馬と魚がゲストに出ていただいて今月はいつものメンバー、岩田優斗利根川ホプキンスっていうコンビの岩田優斗ウリズン桜で大谷由美、ガジラ、ケンタ君ピーチキャッスルでやってます。ははいい タと道に行場所沖縄う、沖縄か月<月>はい国際通り、はいそうです、ぜひ遊びに来てください。と、はいうこ、えー、して親やんは、またテレビの出演はないのということで、そうですね、今のところはちょっとないですね、まだ、うんはい、その随時報告します、沖縄市の子どもの国付近、ノーミスト、ヤシが、合わせ方面、真っ白だったということで、下の方は、じゃあ、すごいんだな、ね、今な。う えー、一曲お届けして、はいえー、まだまだ皆さんからのコメントもお待ちしております、はい、アフソタカッコさんのナンバーから、えー、よぎりのブルース さラジオ水曜日の放送も残り時間11分となりましたモリさんはいテンさんからツイキャスで「南城市も霧がすごいってよ」ってうんモリさん南城市だっけ南城市大丈夫ですかええ昨日すごかったねほんとにええもうスモークたかれてるみたいな感じやったあば今もってよ今もみたいですね大丈夫帰れるえ帰れるうんまればえ ここに泊ればスタジオ。えー、嫁に怒られます。<laughs> 絶対疑うはずね。<laughs> もう絶対疑うはず。もモーリーさんが F.M. 小座にいるって言っても絶対浮気してると思ってるはず。これがね、<laughs> 本当にそう思われるわけよ。マジで。マジでよ。マジで。<laughs> やば。もう普段の行いが <laughs>。<laughs> そうなのか。そんなことないけどな。<laughs> 絶。対 絶対疑ういかなる理由でも帰ってこないっていうのはないっていう考えですからね。なるほどね。だ霧がどうのこうのって言ったらいやそれはもう違うでしょみたいな。だからいろんな理由をね言ってもいかなる理由でもダメなんですよ。実家にいますって言っても嘘だって言われそう。言われそうだな。ねえ。 いや分かるよなんかいや今日実家に行くからさって言っても絶対疑われてるんだろうなとあるかもな定期的にあのすごいタイミングで電話が鳴ると思います <laughs> で撮らなかったら撮らなかったでねまた「え何してたの?」みたいなやば感じかもしれませんね鋭いな今日な <laughs> い,やいや鋭いじゃないモーリーさんだから分かるんです <laughs> <laughs> えさっきの,あの霧情報ですけど <はい S 1> 昼間の奥さんえ晴れたみたい <え>えー、誰が吸い込んだのということであすごい今どの辺になってるんですかねだからね、うん、一応はあじゃあ子どもの国近辺は晴れてきたってことなのかなうんまあ多分この情報ってまだあの新しいインターネットのニュースではまだ紹介されていないので、はい、明日とかね長官に多分乗るのかなまあそれでわかると思いますけれども えー、ネットのちょっと話になったんですけどインターネットがまあ普及しだして20年らしくて、うん、大手検索サイトのヤフー・ジャパンが1996年4月に運営を始めて20年を迎えました、うんはい、ネットを使えば1日数回はヤフーのお世話になるということで、うん、もう今,今でねもね当たり前というか、はい、そうですよもうネット社会ですからネットがない時はどんなやってたんかな もう何もない時は新聞とかじゃない新聞だったりまあ電話をね電話で電気信号か言ったらうんこれ考えたら相当あ今本当に当たり前さ今便利だよ、ね、携帯とかもなかったでだよだって、うん、あれか電報とか手紙かだねはがきとかああいやでもちょっとそれもがそれはそれで寂しくない うん、手紙とか結構好きだったんだよなあそうです書いたりとかするのももらったりするのもでもそれがメールとかね LINE とかになってきて、うん、まあ便利な世の中になるのはいいんだけどなんかいろんなことになんか浮遊しそうだよねあ<ー>だって漢字とかも多分忘れてるでしょみんな書かないからなうん、うん、出てこないと思うよ漢字書いてって言われたらうんうんうん 昼間の昼っていう字からさはい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 ちょっと難しかったりするあなるほどねわかるわかるよ言いたいこと中のあの「い懐かし中の日」の「はい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 」いて終あったかなとかあるさこれねなんか読めはするんだけど書けないっていうのが多分今多いと思うよで携帯が普及することによって記憶力も低下してると思うわけよ子供の頃ってさ いろんな人の電話番号覚えて,なかった,覚えてた覚もん自分の家おじいちゃんの家、うん、いとこの家、うん、友達の家全部頭に入ってたのに、うん、もう今そんなの無理でしょだって携帯になってからなそんなのがねだねだ同級生の実家の番号とか今でも覚えてないあーよく書けてた子はねそう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 ,<ー>もう4件ぐらい覚えてるから今のところうん私も親戚の家とかだったら覚えてるな ける頻度が多かったらねそれも覚えてるでしょうけどただもう今携帯だからしかもアドレス帳登録だから番号分からんような分からんだからさ携帯なくしてしまったら終わりだよね連絡取れない人だって怖いねそんなし考えたらねだから常に携帯以外に手帳とかにさ書いてるもん自分の電話番号となんかあった時のだって怖いさ携帯なくして 電話できないってなった時にどこに連絡取ればいいかとりあえず一人の人にかければその人は私のメモリーとか全部知ってるはずだからつながるじゃんそう最近なんかあるよな携帯今つながらないからとかなくしたからフェイスブックで何か用がある人はみたいなあっでもフェイスブック今フェイスブック電話できるんだねあできるできる何あれちょっとびっくりするよな私電話かかかっててきさ知らい人ら 取れんよ怖くて <laughs> 何あれじゃあフェイスブック全然触ってないわけ私うん、うん、森さんフェイスブックやってたっけやってますやます私と繋がってたっけはい、はい、私全然今もうツイッターしかやってなくて今、うん、もうあの冬なんで自分,、うん、自分も、うん、だからフェイスブックは本当にたまにしか開かないしなんていうのどんどん久しぶりに開いたら友達申請が20件30件とか来てて、うん 私基本友達申請断らないんで全部承認するんですよもう見ないでパン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 ってそしたら電話かかってきてから知らない人からもうどちら様ですかって感じですよねでも本当に知らないからしかも夜中の1時とか2時なんですよ怖くてまたなまた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 ま音がちょっと怖いよなフェイスブックの電話の音って分からないです私も常にマナーモードなんで音鳴るんですかなるわけよびっくりするよ はってなるよ取ったことある電話取らない、怖くて取れないねえこれ怖いよねホンにたとえ信頼ある人でも <laughs> だってさ電話じゃなくないって思,う思ってフェイスブックってなんか電話っていうイメージがな,、うん、なさすぎて、うんうん、なんか取れないよね怖くてで、私も取れなくてず、うん、でもずっとなってるわけよなんかもう怖くてからもうどうしようと思って。 ね、まあ疑ってるわけじゃないんだけどなんかな,なんか取れないよねなれないよな<う><う>あなんであれオフにできないのかね電話番号隠したりとかもう嫌だ <laughs> 電話番号消したらい,いんだけど <laughs> 一応な面識ない人かだらなさすがに<う>だって余計にさ面識ある人だったら私の電話番号知ってるはずさ私の電話でかければいいのに、うん いいらないわけ別にフェイスブックの電話とかいらなくない、うん、だって他人じゃん、うん、他人もいい失礼だけど、うん、で本当に知り合いとかだったら私の電話番号さっきも言ったけど知ってるはずだし、うん、フェイスブックでかけてくる必要ないさ、うん、と思うわけよいやもうそれで当たってると思いますよでもね、うん、も怖くて怖いよな本当に怖い怖い怖い、うん、いやでもよたまにご発信するときがあるわけ 間違っってててななんでご発信ってあのかけてもないよポケットに携帯入れてるだけなんだけどなるほど発信してるっていうあるわけよいやなんかそれも嫌だね申し訳ないね<ー>うんでそれがもうアローコとかフェイスブックの電話を使って電話してるからうわ死ねへ、うんなさまたこういうのがあるんですたまにねなるほどねちょっとあの機能オンオフとかできるんだったら教えてほしいですできたはずあ本当に嫌、うん、だなんかもう あの恐怖ま夜中しかも時間も時間だからさちょっとホラーだよな虹時とかだよああ怖くないええー、と思ってこんな時間になんのよって感じさほ、うんと <laughs> にブ文さん、えー「昼間の昼」という漢字を丸で囲んだら仮面ライダー封じになるよ、うんええー、ちなみに俺の携帯で「仮面ライダー」って打ったらこれ出たよということでえ書きたい絵文字みたいな。ないんですかホ,ホワイト<え>あの マジックないんですか?。昼間の。昼。昼。昼って書いて。それこうまるで囲んだら。昼間の。仮面ライダー風刺になるという。まあ仮面ライダーの顔みたいになるってこと。なはは、そういうことか。ああ、これに、ちゃん、ちョンってつけたら、ちゃん、ちゃんってつけたら。はいはいはい。面白い。これちょっと。発見だね。面白い。 え横思いつきますねまた<ー>。えー、トマブンさんからなんちゃってテーファーさんへということで映画「ブッシュマン」見たらいいよシミ、えー、バックうまいから、えー、モーリーはギリギリわかるかなおやんわからんよねということでなんでブッシュマンってブッシュマンわからん,からんまあ映画がね昔ありましたけども<ー>えさあということでもう時間も時間ですよだ。あっという間だ早っ もうね今日ほとんどがなんか霧の話だったんじゃないかなと思いますけど <laughs> テーマ、霧だった <laughs> テーマ、何でした、今日テーマあ車の運転車の運転でしたね。はい、今、どんな感じになってるんですかね、霧情報。霧霧情報まだその辺の新しい情報が届いてないんですけれども、はい、まあこの後もね、安全点で帰っていただきたいと思います。はい さあ FM コザではこの後夕方6時からはブッシュランドえ7時からはヒッティングチャンスの生放送もありますのでこの後も聴いてください,<ー>いさあエンディングの曲なんですけどこれはねあの親が働いているお化け屋敷のテーマソング「具志堅ファミリーでまじむの歌っていう曲があるんですけれども PV に私は出てないんですけどあの同じ芸人たちが PV でも出演してて。 めっちゃいい曲なんですよなるほどグシケンファミリーのマジムの歌、はい、ぜひ聞いてくださいサビまでいけるかわかりませんがお送りしていきましょう水曜日お相手は DJ モーリーとおやんでしたバイバーイ